ゲストはたけし、よいしょほらほらほらちょっと全然合ってねえよ今の。いや嘘、合わせました。レヴィンさんのよりはマシでしたよ。いやレヴィンさんもね噛んでたからね。あ本当ですか。この短いやつを噛んでたから。あの人はやばいなんですけど、噛んでないやばいな。いやロギーさんお久しぶりでございます。お久しぶりですね。もうなんかもうちょっと乱暴にしだいちゃいましたけど、はい、まだ会うの2回目です、はい、はい、あのすごい距離感の詰め方と思ってやっぱこれが人気者の、やはり今日やっぱ一緒にやるにあたって、そうですね、やっぱぐっと詰めていかないといけないなというふうに思いましてですね、はいはい、いや最近あのなんか業界の中で、はい、なんかあった時はロギーだと。そうなんですよ、呼んどきゃ間違いないみたいな空気があるんですよ、はい、マジでそういう代打多いんですよ。そうでもめちゃめちゃなんか誰かの病欠とかで、はい、そうです、呼ばれる機会多いですよね。呼ばれる、本当ありがたいことで勝ち場泥棒みたいなことします。勝ち場泥棒は言い過ぎですけどね。別に何か悪いことやってるわけじゃないだから。勝手に演者さんが退職として仮に俺が呼ばれるパターンが。でも、はい、よく言えばですよ、はいはいはい、そういういわゆる代打のチャンスっていうのをものにしていったからこそ、はい、最近とか、だから今日も、はい、僕はもうロギーさんに来てくださいっていう風にお願いさせていただいて。ありがとうございます。礼儀正しいで。ありがとうございます。いや嬉しい。いやちょっとまたなんか。前回やった時よりはあのだいぶパワーアップしました。なんで？食生活はそんな変わんないはずっすよ。年齢もだって1個ぐらいでしょ違うの。僕が1つ上とかですもんね確か。あそうですね。ですよね。はい。だから食生活はいや多分違うと思いますよ。いや野菜食わないの一緒ですって。野菜食わないんですか？食わない。僕も全く食わない。あそうだ。あの付け合わせのほら、はい、とんかつのキャベツとかも一切手つけないタイプですもん。え、じゃあコーラ飲みます。コーラはあんま飲まない。僕、全盛期コーラ1日3リットルぐらい行ってたんですけどそうか、コーラで働いてたんですもんね、はい、昔ね。コーラで働いてコーラ3リットルぐらい毎日飲んでたんですよ。持って帰ってきてたのか、はい、コーラを。コーラを持って帰って、だからその体型ができない。だ下地が違うのかかもしれないですね。同じように野菜食べないんですけども、下地が違うから、はい、そこにどん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 コーラという土台の上に成り立ってんのか。コーラ飲んでないとやっぱね100キロ超えられないんですよ。いやマジ死にますよそろそろ。あと5年あと5年頑張りたい。やっとやっとね、はい、いろんな出番が出てきたと思ったら、はい、花開いたところで、あと5年病欠今度俺が病欠の可能性ありますね。いやロギーさん、この番組、はい、まあ、いろんなたけしさんに来ていただいて、はい、まあ、いろんな実践を繰り広げていこうというものなんですけど、はい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 、面識はございますか？何度か あるんですね、はい、教員機会も。教員機会もあります。あ、じゃあもう慣れたもんですね。まあ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 、もうでも緊張はしますけど、まあまあね、はい、今日は一体だからどんな生駒たけしさんがいらっしゃったのか、それは我々もわかんないですからね、はい、だからじゃあ早速お呼びしましょうか。本日の生駒たけしさん、この方です。どうぞ。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。お久しぶりです。久しぶりやね。久しぶりですね。何で共演されたんですか？俺結構ね、あんまり共演したことない人の方がいないよ。え、それ今の質問の答えになってないです。どういうこと？ごめんごめんごめん、聞いてなかった。何何聞いてなかった。聞いてないことあります今の。いやこの距離今日も陽気ない生駒たけしさんですね。いやーびっくりしました。だからそう、はいはい、なんかそのパチテレとか。あ、パチテレです。パチテレか。パチテレか。なるほどなるほど、はい、でも畑違いじゃないですか普段は。そうです ね、 そうだね。情報番組やったから。そうです。それよくいろんなライダーさんいらっしゃってましたね。そう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 。なるほどなるほど、それで一緒になったことがあるというわけですね。え、さっきちょっと聞いたけど100キロあんの？103キロあれ。すごかったですよ。100すごいね。僕ちょっとオープニング始まってすぐじゃれあったんですけど、今までのどんな父よりでかかったです、うん、一番巨乳。揉んでみます、うん、確かにすごいよ。弾力もあるし。165ぐらい159です。そんなちっちゃい。イコマさん159です。こちらが170。絵に描いたようなずんぐりむっくりじゃないですか。ほぼドラえもんと思ってください。でもあれですね、やっぱ野球好きだから、はい、ちょっとやっぱりちゃんと筋肉ある、筋肉が ね、 そうそうね、あるなっていうのは分かりましたけど、はい、いやだからそんな159センチ100キロ超えのロギーさんが今日も生駒さんに楽しんでいただく企画を考えてきてくれて、考えてくれました。はい、考えました私、はい、じゃあいいですか、いいですか、発表しましょう。いきますよ。はい、食って食って、あ、どっち、ごめんなさい、どっちどうですか。あ、ごめんなさい、カメラ見つかってどれか分からなかった。あ、これこれですね。テイク2いきますか。いきますよ。はい、テイク2。もう、いきますよ。走りが食って食ってって分かりましたね。もう分かった、なんかブーやな。カメラ撮れだろと思って、前ちょっと。いきますよ。はい、食って
食って食い尽くせ、俺たち、あ、出玉は俺たちのカロリーだ。やったー。よっしゃー。どういうことよ。噛んだ。いや、まあ伝わりました、はいはい、伝わりました。出玉食って食ってですね、心配です。何が？生駒さんが、僕は心配です。何がの？ちゃんと食べれてるのかと。わかる。めちゃくちゃ食ってし。お仕事忙しい。うん、で、お店もやってます。そう。お店で食べ物出してるけど、じゃあ生駒さんは食べてるんですか？あ、そうだね。今、あんま食べないね、ね、その、そういう拘束時間だけで言ったら、うんうん、トップクラスですよ、はい、お昼はこうやって現場仕事をして、ね、で終わってすぐお店の仕込みに行って、うん、そうですよ。でそっからお店やって確かに、でお店終わったらそのお店のシフトとかも考えたりして、そうです、うん、すごい働いてらっしゃいますからね。食べてないですよ。食べてるって。なんで、あの、今日はたっぷりカロリーを取っていただこうと思いまして。あー、優しい企画、どういうこと？生駒さんの体を心配して、食べるものは、ハンバーガーでございます。やったー。いやもう、ね、普段はね、やっぱりイタリアンが多いですからね。いやハンバーガー食うて。いや、ハンバーガー食べてる人はそんなね、いい年の取り方しないですよ。大体こうなるんですから。そんなことない。38でこうなるんです。ハンバーガー食うやろ。なってないやん。あれ、なってへんやん。もえさん食べてないでしょ。嘘つきました。食べてる。めちゃめちゃ好き。食ってねえな、これは。ハンバーガーめっちゃめちゃ好き。本当ですか？何のハンバーガー？しょっちゅう食いますよ、逆に。それこそね、やっぱマクドナルドも行きますし、モスバーガーも食べますし。俺モスバーガーだともう決まってんのよ。あれ季節もんなんかな、あのレタスで包んだ夏。決まってないじゃないですか、それが曖昧ってことは。分かってないで、ほら、めったに行ってないか。決まってない。ほら、やっぱ食べてない。あ、これで生駒さん、嘘がバレました。嘘がバレました。これはいけません。絶対に食べてない。レタスのやつ好きなんですよ。季節かどうか分かんないけど。あと夏とかあんねんけど、レタスはバーガーじゃないです。あ、ダメダメです。そういう、いわゆる我々にとっては不純物になるんですよ、はい、あのレタスとか。あ、そうか、野菜食べないもんね。そうそうです。だから、ま、もう我々ほんと全く食べないので、うん、はい、もうそういうものを除いたシンプルなハンバーガーを今日は実践の結果に応じて食べるんですけど、はい、出玉ですよね。そうです、サマイじゃないです。出玉です。なかったらどうすんの？食べれないの？なかったら全然いい。作りましょうよ、うん、なかったら。作ってしまおう。なかったら確かに。なかったら作りますけど。ないことないじゃないですか。なんでなんで。いや、なんか3人で売ってて、うん、あ、で、まあね、500枚ごとに、はい、ハンバーガー1個って考えてるんで、そうです、500枚で1個です。さすがに3人で終日売って、終日っていうか、まあ、お昼過ぎぐらいまで売って、まあね、500枚持ってないなんてありえない。ありえないですね。ありえるだろうね、はい。まあ、例えば3000枚とかだったら6個ですし。やったー。ちなみに最高何個ぐらい食べたことありますか？いや、俺なんか3個食った記憶あるけど、多分2個やと思う。どういうことですか？わかんない。どっちなんですか、それは。え、何個食った記憶さん寝てる。いや、違う、口に押し込まれたんですか？誰かにやられたんですか？違う、なんか3個ぐらいはなんか食った記憶はあんねんけど。でも2個？多分2個やと思う。それわかんないです。どういうことか。全然わかんない。全然わかんない。今日はいつにもまして陽気ですね。じゃあ2個で。じゃあ2個。2個。じゃあ2個。え、どのぐらい？僕、普通に食べて5個。僕って今もう言い方がドラえもんなのよ。僕ハンバーガー5個。5個すごいね。5個は普通にいけます。5個はすごい。2個食えないでしょ。10代の時3個行ってました。あら、仕事の時の昼食とかは、もうハンバーガー絶対3個、2個80円とかあったじゃないですか、昔。その時に安いからもう、3つぐらい買って腹を満たすみたいな。10代の頃は3個かな。いや、俺もじゃあ3個なんなの？なんで張り合うんですか？違う、3個ぐらい行った記憶あるんですよ。あんねん。バーガー何個いけるか競ってるわけじゃないですよ。今からなんですよ、それは。そう、そうですね。で、出玉周りはもちろん食えるんですけど、はい、万が一トータル3枚が負けた場合、そうだよね、全然あるもんね。バーガーは食えるけど、さすがに負けてね、バーガーだけ食って、そうね、はい、さよならは良くないで、そうですね、食った分運動します。なるほど、なるほど。それは健康にもいいですからね。勝ったら、まあ、ご褒美としても、ほんと食っちゃに食っちゃにじゃないけど、そうです、食うだけ。いい企画やね。いや、いい企画ですよ。だってこれ当たり前に考えれば、本当にね、1500枚ぐらいで終わって、1人1個ずつハンバーガー食べて終わりみたいな、うん、すっごい平和な、天気もいいし、はい、最高や。この天気の中外で食べるハンバーガー、ね、最高ですよ、最高ですよ。ほら、あれも見えるし、あれもね、なんでスカイツリーって出てこないですか？って言いそうなんで、違うわ。スカイツリー。僕より東京長いんですから。そうですよ、ね。行ったことないの？行ったことある？ありますよ。あるんや。あるんや。俺ないのよ。え？でも東京でしか見たことない。東京に住んでる人ほどそういう名所って行かない
と言ったことない。いやー、ハンバーガー、今のハンバーガープラス1です。意味は、おめでとうございます。全然意味わからん。いらんって。今のは1です。いらん。この時期にスカイツリー行ったことないハンバーガー1個ですよね。差し上げます。東京俺と一緒ぐらいいる人、スカイツリー初めて見たって言ってる、ね。おめでとうございます。2個差し上げます。ありがとうございます。見たこともないんで、2個差し上げます。ここからシャメ取ってたよ。じゃあとりあえず、はい、出玉500枚につき1個ですね。はい、わかりました。じゃあうまいことこう出玉を獲得できるように、はい、おのおの今日は動いていただければと思いますので。はい、僕じゃあ俺は1000枚。1000枚で、あ、目標じゃないですか。じゃあ2個だ。2個。ちょうどいい。うん。まあそうだ、今日ちょっと抽選が500人ぐらいで、僕も、ね、あんまそのメインどこ取れなかったから、そうですね。1000枚とりあえず目標します、僕も。だから自分の分の2個2個。ああ、なるほど。パチンコやろ？そう、パチンコなんで、2万5000発っすよね。絶対食わせない。そしたら10個食えるんで。それ12個になった場合は、はい、でもあれですかね、みんなでちゃんと割り振らないとダメですよ、ね、そうそうですよ、確かにそう、うん、食べないとかやめてください。ワンチームです。生駒さんに食べてほしくて考えた企画なんで。いや食べるけど本当に食べないよ俺そんなに。あ、分かんないよ、どっちですか。食べるけど本当に食べないよ。違う、分かんない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 。違う違う、挑戦はするけど肝引っかかる。挑戦はするけどそんな量食われへん。はい、なんか俺だろ、そういうことね。まあでもちょっと、まあでも僕はでっかくいきましょうよ。はい、じゃあ10個ぐらいを目標に。そうです、分かりました。はい、頑張っていきたいと思います。というわけで早速いってみましょう。実践スタートです。オッケー、なんかえらい上向いてるような気する。ティガ取ってたら俺じゃなかったよ、完全に。びっくりした、もう。まあなあ、お互い凛々しい顔してるから、まあ間違いのは分からんでもないけど。さあ、というわけでティガです。水瀬さんをはじめ世間からは散々な言われようのティガです。今のとこまだね1週間ぐらいしか経ってないです、収録。今日現在でね、導入から1週間ぐらいしか経ってませんけど、いやもう世間が何と言おうとね、俺だけはウルトラマンティガの味方でいたいよ。元スーツアクターとしてね、やっぱそこは、ちなみに僕もね一回打ちました、穴番で打ちました。まあその内容にね関しては当然伏せますけど、いや、うんって思うところがいっぱいあるのは分かります。さあ俺だってある。チャンソンのチャンソンってやっぱおかしいもんでね、まあまあやっぱそれが重いんですよ、チャンソンさんで。これこの白七、もうこれが全ての始まりであり、なんならもうこれが全て、この白七が始まりであり終わりではあるんですけど、この騎士はこの白七がね青天井なんですよ。引けない可能性もあるので、引いたからって言ってじゃあとんでもないことになるかっていうと、そうじゃないことも多々ある。だけれどもこれね、もうティガの解析とかを見てピンときた方もいると思うんですけど、もっと有利区間切ってなんぼのたいです。そういう意味ではからくりより荒いかもしれん。だからずっとただ白7やってるだけじゃやっぱりそこまでね、爆発的に跳ねることはない。1000枚ぐらいやったら現実的ですけどね。で今日のこの店内の状況ですよ。もうまあ動ける状況ではありません。まあパチンコならまだなんとかなるかなって感じですけど、パチスローはもう無理です。なので、とりあえずこのティガで1000枚。1000枚取りましょう。1000枚でハンバーガー2個でしょ？そんくらいやったら全然食べれるから。2個やったら余裕よ。うん。これがね、一つ肝となる部分ですね。このタイプチェンジのマスが溜まったじゃないですか。ベルコブイで。で、今、パワータイプになりました。で、パワータイプの時に、これ、リプレイ引かないといけない。リプレイでチャンスって書いてるでしょ。で、ここでリプレイを引くと、強チェリーになります。リプレイが。これ、10ゲームね。あと5ゲーム。で、まずこのタイプチェンジゾーンを生かせなければ、チャンスゾーンのチャンスゾーンすらなかなか取れないです。あーダメだった、くっ
そもう。まあもうこういうことやってたらもう一生勝てないです。まあいろいろね突っ込みどころの多い代ではありますよ確かに、うん、世間の皆さんからの評価が ある程度正しいと僕も思ってます。僕はねティガに関してはちょっともう笑えるというか、あそこそうしちゃったんだみたいな、すごい平たく言えばいいクソだ。いや僕は今褒めてるんですからね本当に。なんかもうツッコミどころの多いパチスロって昔結構多かったじゃないですか。でもなんかどっか愛すべきところがあるというか、そういう感じです僕の中ではね。まあだからこの台のそのダメなとこまず一つ挙げるとすれば、そのチャンスオンのチャンスオンであることと、そのチャンスオンのチャンスオンに行くにあたっての前兆がね長いんですよ。そんな長い必要あるって。これが前兆ステージですね。だからそのティガゾン自体はもっとサクッと出てきてよかったんじゃないかなって。40枚だからの払い出しで終わるんですよ、そのティガゾーン。違う、ごめん、ティガチャンス。にもかかわらずね、こんな長いことさ、大掛かりな前兆を見せられる必要はないと思います。ちょっと弱いです、前兆、今んとこ。で、発展しちゃったから多分ダメですね。はい。これ、マイカーカーだっけ？ごめん、ちょっと。もこもこ覚えてない。あでもこれ柳川木ちょっと熱いやつだ。あ当たってるわ。これティガチャンスもらってますよ。あティガが押したで最終ゲーム。あれフリーズしてない。あーいった、やりました。強チャンス目からティガチャンス125ゲームですこれね。でこれボタンを押して、タイトルがゼブラになれば録画らしいです。とりあえず第5でやりましょうか。6なんて打ってみたいよね。入るホールあんのかな。でカットインが発生してこの丸いのが揃えばチャンスゾーンです。自分でも何言ってんだって感じなんですけどね。あそうだ、でここでもこうやって溜まってくれるんですよ、コブ引いた らそういうね、このタイプチェンジのメーターがマックスになるタイミングが結構重要です。ご覧の通りあんまりカットインすら来ないんですよこういうののさ、いわゆるチャンス告知タイプってまあまあカットイン来るじゃないですか。来ないの。そういう常識は通用しない。これ来ました、ダメ。でティガチャンスからのこれウルトラバトルモードっていうチャンスオンねの期待度は約 40% です。だからこうやってもう何もないこともある。あ一応2人ついたね。これ1人しかつかないのがデフォルトなんですよ。はい、それではですね、私はとある魔術のインデックス2、こちら打っていきたいと思います。もうね朝飯僕抜いてますんで、ハンマーが死ぬほど食べる気満々でございますんで、たくさん出してハンバーガー食べたいと思います。いきましょう。できればね、モロケンさんと生駒さんと並びで打ちてえなーなんて思ってたんですけど、なんか並びで今面白い台とか教えてもらおうかななんてのんきに来たんですけど、そんなこと言ってる場合じゃなかった。抽選がね500人ぐらいいたのかな。で僕498番という引きまして、パチスロ打つ権利すら与えてもらえませんでした。なんでちょっと一人寂しくパチンコ実践ではあります。ただ、このとある、当たれば必ず1500個もらえますし、ラッシュ突入率も 70% で、継続率自体は 77% なんで、まあめちゃくちゃ高いわけではないんですけど、振り上げで3000発もありますし、で今回のルールが、500枚でハンバーガー1個、まあパチンコに直すと2500玉で1個かな。なんでこの台で3000発取れればもう1個はもらえる。まあ、最終的に残った出玉にはなるんですけど。でね、お二人、先輩方はお二人ですんで、例えばハンバーガー2個とかだったら、いや、先輩、どうぞどうぞって、
言うのが普通なんでしょうけど、ちょっと残念ながら食い物に関しては先輩後輩関係ないので、そこはちょっと争わせていただきたい。だけどやっぱね、穏便に済ませたいので、3個、最低3個は食えるぐらいの出玉を持って実戦終了したい。さあ、僕抽選53番でみんな遅かったんで、実はこれもうさっき売ってるんですよね。でもう105ゲームで今10時目変換で俺カットイン入ったんで当たるかもしれないんで待ってました。いきますか。で基本的にまあ前作と何が変わってるねんじゃないだろう、大きな変更ってほぼないんで違和感なく、はい、打てます。ここで当たることはないけど一応チャンスアップ。あ、パネルショートした。当たるんかい。やっぱカットイン入ったんでね、変換の時に、まあ、この流れも一緒、通常時レギュラーメインかね。四温泉です。アイリスタート。僕ね53番で入って本当は番長4行きたかったんですよ、まあ、取れずさすがに53番だと。守君がここで出る3つ目、前日ねこの台3000枚くらい出てるんで今どうなのかなって言ったところですけど、頑張りましょう。さあここからがこの台の醍醐味、電動車の加減、ここでボーナスにつなげれば、延々激闘。まあ、延々チャンスですね。ここに突入するわけですけども、まずここで何をするかというと、十字目変化を引くこと。これですね。で、大体、3分の1ないぐらいかな。頑張って。ここは、境地来い。んこの目は別に勝てないか。一応このフェイク中含め書き換えもあるんで、俺前作のノリで話してるけど多分あんま変わらないでね。これは前作だと電動車の影からここに行くのはチャンスアップなんです。一応足跡とかはない。あんのかな今作。これもう一回上がったら激アツ。まあここまではまあまあガセること普通にあるんで。だからチャンスアップが一つもまだ出てない。これで発展かな。いやー、発展か。青文字レアク、これレアク指定すればしない。うわ、チャンスアップ出ないんかい。ちょっと、いやー、一発目の電動車の火事スルーしてまいりましたね。まあ前作は本当一時期ね好きでよく売ってたんですよね。もう内部理解して打つとめっちゃ面白い台なんでね、内部理解してなかったら何やこの台みたいなゲーム設定演出なんで。もう生駒さんはもう恩人も恩人で、生駒さんが前 CS でやってた番組に、呼ばれた時に、まあ、僕と同期の山ちゃんボンバーっていうパチンコライターがいるんですけど、で山ちゃんボンバーに僕は借金をしてます。で、その借金を返すために、実践する番組をやったらどうかっていう話があって、でお試しで生駒さんの番組でやらせてもらったんですよ。でそしたら、それがレギュラー化しまして、おかげで1個仕事が増えました、ね、本当に大感謝です。でもそれももう、3シーズン目ですかね。
あの無事打ち切りにならずに頑張ってますんで、まあ、生駒さんからねもらったようなお仕事ですから、なんとか続けていきたいとは思ってますけど、でもハンバーガーどこで買うんだろうって考えたときに、北綾瀬駅のハンバーガーショップモスバーガーなんですね。モスバーガーマックもありました？おー来た、マックの話してたら来た。さあゲッコった、色変わってね。あ、レインボーや。 V のランバー光りました。なんで？俺そんなん入れてないけどとりあえず当たりました。投資4500円、73回転びっくりした。生駒さん当たりました。早くだ、びっくりしました。4500円、いやすごい、いっぱいハンバーガー食べましょうよやめてて生駒さん、ハンバーガーなんか久しく食べてないんじゃないんですか？食べてるよ。本当ですか？めっちゃ食べてる。なんかいいハンバーガーでしょ？違う。あの100円ぐらいのハンバーガー食べようよ。もうないよ。ないのか？ないよ。いや、とりあえず当たりましたんで。おい、いいな。3000発とか取ってねえかな。当たります。当たります。あー、フリスビーが。いやー早い早い。ここでドカンと出したいね。ラッシュ入ってたら。15% だけへそからは3000パターンがありますね。確か。おー、びっくりした。ここで7とかになんない？はい、はいって、さっき1で当たったよね。さあ、とりあえずラッシュには入りましたよと。さあ、ここから144回のラッシュです。で、その間に 99.9/1 を引きましょうと。で、継続率は 77% でございます。で、右での当たりの 25% で3000発があると。ということでございますんで、連チャンさせて3000発、いっぱい取りたいね。まずスルーはやめようね。99%、アマデジ、アマデジ、アマデジなんかすぐ当たるでしょ。はいはいはい。おーらら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 っと、それやめてね、それやめてね。これじゃあまだね、1個もハンバーガー食べる。ああ、オッケーオッケー。発展はするぜ。発展はするぜなんだが。おー、いいね、タイトルアッカー。これでようやくハンバーガー1個だから。10ラウンド2回でハンバーガー1個と考えよう。回らない、回ってない、うっそおいおい、やい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 や、どう復活3000とかないですか？復活は3000書くとかないですか？ ありがとうございます、作っていただいて、これでハンバーガー食べられます、ありがとうございます。危ねー、1500だけ復活だったけど1500だったのね。 OKOK、 いいよ、これでハンバーガーとりあえず1個、このまま実践終了すればだけどね、最後に残った弾だから。焦ったぜ、いや変わらない、
おー、ホリフェンか。ただ青い。あ、ゼロ。当たりやん。さあ、やりました。3回目。3000が欲しいです。僕3000が欲しいです。これで、4200個ぐらい。なので、もう1回でハンバーガー2個目。この4分の1のね、3000発をね、やっぱ、多めに取らんとな。77% なんで、そんなに継続率が高くない。から、やっぱ当てた時にはね、3000取っときたいですけど。おー、当たりました。これ保留連じゃないんだ。保留連だよね。残ってた保留で当たったのに。さあ、これでハンバーガー2個来てますよ。生駒さん、モロゲンさん、待っててね。いっぱいハンバーガーお届けするよ。3万発とか出ねえかな。ハンバーガー12個だぜ。やべ。さあ、残り10回。いやー、まあ 77% だから大体これぐらいの連チャンではあるんだけど。4。いやー、ダメか。くー、とりあえず4連です。で、まあ、5000発オーバーなんで、ハンバーガー2個。ハンバーグありがて。いやー、もうちょっと連チャンしたかったな。1個チャンスアップ、1個18,000円。さあ、つなげたい。熱っ、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 熱っ。電動車の影中のプッシュボタンはここ光らないのかな。はい、赤文字。まあ、この台赤文字全然外れるけど、この流れは熱い。白のままね。まあ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 か。これは来ましたよ。はい、チャンスアップ1個ね。よー、1個かーい。いや、あるある。はい、さあ、こっからです。はい、こっから頑張って、1万セーナーでね、1000枚は1000枚は出さないと。ようやくこの台、これでスタートラインなんで。さあ、扉を開きました。よいしょ。ここ、ループしさとかね、いろいろありますけど、とりあえず頑張ってやること一緒です。十字目を引いてバトルに発展させて勝つ。もうそれを繰り返す。で、まあ、ST15 ゲーム。15ゲーム以内にこの十字面間引いてバトルに発展させて。ちなみに、アロー、まあ、ジョバーニとかいろいろキャラ4人いるんですけど、一番上のフレイルだっけな、体の大きい。あれだけは80%以上あるんで、
あるだけは、それ以外はそんな期待しない方がいい。言い残すこと。開けるのかい。うわあ、痛い。いいじゃん。いやあ、頼む。やるな。もう一丁。ここ、ここ、これ、これ、これ。これ一応80杯以上あります。これのが、ああ、もう大丈夫。もう勝ちました。もらったもんです。これを繰り返して出玉を積み重ねる、そういう台です。まあ特化ゾーンのね、アドラバーストは神羅万象に行って、そこに勝てればアドラバースト来ました。大丈夫、チャンス。すごいな、音とかもいろいろ変わってるな。序盤でかい。当たれ。頼む。頼む。よし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 。あ、くそ。マジでくそ。むずいて。ラストゲーム、お願い、もうまたお前って。お、落ちた。アーサー、頑張れアーサー。頼むー。いっちゃー。よし。あぶねー。一発目か二発目の。あ、一発目か。レギュラーで、アイレンスタートの守る君3人目出てるからね。一応3は否定なんです。ん ?3 人目やから2は否定か。まあ、1の可能性あるか。さあ、つなぎを。マニー。いやー、はあ、これね、そんな前作熱くなかったんすよ。ちょっと待って。よし。なんとか投手分は回収できたかな。もうやることはね、本当にこれだけなんで、まああとはボーナス中に1枚役、まあ十字目引いて、連続引いて死んだ場所を目指すっていうところだけなんで。お兄さん、お兄さん、おハンバーガーも2個分あるじゃないですか。どこで喜んでんの。いや、僕がまだゼロだったから、おちょっとやっぱり自分で食べれる2個分ぐらいは確保しておきたいなとは思ってるんですよ。いや、1個あげるよ。いやいや、そういうもん。いや、いいですいいです。うわー、じゃあ目標はちょっと4個ぐらい食えるか。絶対食われへんで俺、マジで。いくつやと思ってんの。ビッグマック。いえ、51歳やで。あ、でもなんかもうある程度獲得して終わらないと、やっぱせっかく考えてきてくれた企画なので。いや、そうだね。じゃあ1000枚ぐらい目標に頑張りましょう。あれはロディは、なんか1回ラジオ入ったみたいなんで、ちょっと今から行ってきてみます。あー、オッケー。あらららららら、いや、お見事。今現在ハンバーガー1個。おやった。俺はもう10ラウンド2回のあたり、3000のあたりをハンバーガーって呼んでますから。確か間違ってないですもんね。、はい、3000でハンバーガーなんで。え、これ生駒さんもね、今1000枚ぐらいあるんですよ。お、じゃあもう2個だ。食べ物となると、はい、モチベーション変わってきますね。あれ、モロゲンさんは。僕は1000枚出す予定です。予定？予定。でも一人一個じゃ寂しいじゃないですか。寂しい、それは寂しい。もう僕もまだいけるってとこ見せてあります。でお願いしますよ、本当。いっぱい食べましょう。ハンバーガーいっぱい食べましょう。
お腹いっぱい。何バーガーがいいですか？あー、ちなみに。選んでいいんですか？もちろん。テリヤキ。テリヤキバーガー。濃い濃い。あー。2万発出しても買えないでくださいよ、じゃあ。ひよんないでくださいよ。いや、ひよらないですよ。テリヤキマックバーガー。あ、だって俺だって3万発出すって言ってんすから。3万発でいくつだ ?12 個。12個食いましょうや。あの、12個獲得されると、はい、嫌顔でも手伝わないといけなくなるから、勘弁してくださいよ。あ、いやいや、あ、食べたくないんですか？いやいや、食べたいですよ。もちろん。本当ですよね。当たり前じゃないですか。ですよね。食べないに決まってる。それはそのために今日、もう昨日の夜から調整してるんですか？俺も米抜いてますから。説得力皆無。え？え？皆無皆無。米抜いてる。まるで、まるでない、まるでない。本当ですか？それあれでしょ、ただ朝だけ抜いたとかそんなもんでしょ？ねえ、昨日の夜も米抜いて、朝も食べてませんから。全然説得力がないから。本当にちょっと痩せたなと思うんですけど、ね、分かんない分かんない、あ、分かんない、100が99になったら分かんないって違いないです。じゃあちょっとこの調子で、はい、頑張ります。僕もあのやっぱ 2,3 個くらいは獲得できる、頑張ります。行きましょう。じゃあまた来ますね。さあ目指せに1000枚、まあ、円数いろいろ増えてるけどベースはやっぱあんま変わってないよね。マジで違和感ない。ちょいちょいちょい、もうこれ5、いやジャックチェリー、そんなチャンスではない。ラスト2、いやちょっと弱いな、あ弱いけどあって、いやローカーまだ1回も勝ってないです。もうお前弱すぎるって、弱すぎるってマジで嫌いやわー。チャンス目かっそ、まあ、第8区か、やばいやばい、あこれはおらんな、さすがにおらんやろマジで、これはさすがにおらん、あーもういないですね、これはいない。よし、取ったー、しかもエピボや、落ちろ落ちろ、早く落ちろ早く落ちろって、オッケー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 、よし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 、取ったぞ。パーティーですよ今日は、バーガーパーティー、バーガーパーティー嬉しいっすね。一人だけ確認していい、はい、今何あれ100円バーガーかなんかやってんの、安くなる時期ある。普通のハンバーガーはあります、チーズバーガーもあります、あもちろん生駒さんが好きなテリヤキバーガーもあります。いやいや、ビッグマックもあります。テリヤキ10個いきましょう。いやいや、一番無理やろ。サムライマックバーガーもあります。うわー、いやー無理無理無理、それは罪だな。